Jadis, il avait un grand pays légendaire. おしっこって どういうこと？やるなら水獄の領域じゃないですかね。なんだっけ、なんか実際なんかプールって相当やばいんでしたっけ？その なんかその尿に含まれるなんかの成分の濃度をどっかのプール、アメリカだっけのプールで測ったらなんかとんでもない数値が出てたとか、なんか前見ましたけど。てか実際どんぐらいかかってるんだ、このオリジンのストーリーは。1日なのか、でも結構長いのかわかんねえわ。もう本当にこの前回の2時間1秒とか、でもな、実際ニグティルグは無回転キルとゲラルディードはまあそれなりの速さで、であとコンスクラードドアかザバスキップのどっちかを一発に近いぐらいで出さないと抜けないからな。ほんと前回なんなの、前回決めたかった。
12時半か。もう眠いよ。集中力がない。
-4.4 か。どこで差がついたんだ。道中そんな速くなかったと思うけど。あ、旋風の。あ、最初の赤的3つが多分ちょっと速かったのかな。あ、あとはあれか。あの、バニーホップちゃんと決めたのもあるか。前回とか空振りしてなんか、2コンボ無駄に打ってたから。アホすぎ。
もう黄色とかいらんの、赤くれよ。そうね、ざけんね。ちょうどブーストも消えるしゃないな。下突きした自分が悪かったな。赤くれナイス。こいつ赤ドロップしない？赤ドロップしてました。もう運悪すぎだろ。何もドロップしてないところ。すぐ何かドロップしてよ。いやマジ今日は
OBS 先輩頼むよ。今日落ちたらマジで許さん。マジ X スプリットに変える絶対。もうディフェンスダウン。こんな遅い19秒って、まあぶっちゃけここら辺で数秒プラスマイナスしようがなんかもうなんか大して変わんないんだけど、後半のクソ要素たちのせいで本当に。しかも前回ニグティルが無回転キルしてるから、それが一番嫌だ。そこだけは運のせいにできないから。あれもだってグラったら40秒ぐらい飛ぶしな。40秒つったら普通になんかゲラルディドアセーブ4つ分ぐらいよ。いやどうだろう、砂エリアこそ一番きつそう。あのコンスクラードドア前回一発とかおかしいでしょう。なんか今日帰ってきてからちょっと練習した時は三段ジャンプ結構安定してたんですけど、これ始める前にもう一回練習したらまたなんか全然安定してなくて、すごい不安。マジ頼むよ。だ昨日とかもなんだかんだザワスキップ50秒ぐらい無駄にしてるしね。怒りがなんか怒りがっていうかなんかマジでなんかそれっぽいのあって、なんかなんだろう、あのなんつったらいいんだ、その三段ジャンプのその2回目のジャンプと攻撃の同時押しをなんか強く押すよりもなんかそっと優しく押した方がなんか安定率高いような気がする。なんかマジで怒りはちょっとある。あと怒って、だ切れて強く押したりすると逆になんか全然出ない。あ、今の上か。あ、いや。あ、そう、ソースとんかつ。だから今日カツ丼って書いてあって、なんか頼んだらソースとんかつ丼が出て、あ、ソースカツ丼、チキンカツ丼、何か忘れたけど、ソースカツ丼が出てきて、ちょっと悲しかった。自分、あんまりソースカツ好きじゃないんだよな。別に嫌いでもないけど、やっぱカツ丼は卵のあれだし、あれが一番、あれは本当大好きだから。
けど、あんまソースが。ちょっと壁加速あんまできてないぞ。あー、寿司でちらし寿司とか、確かにな、寿司ちらしとかいなりとか、ああいうの寿司ですけど、一応寿司って言ったらやっぱあれだよな、シャリに刺身が乗ってるっていうか。でも割と自分なんかあれ、あの回転寿司とかのハンバーグとか、ああいうゲテモノ系結構好きなんですけど、あ、でハンバーグめっちゃ好きだ、ハンバーグは好き。あ、他は微妙だな、なんかなんだっけ、あー忘れた、まあいいや、コーンサラダだっけ、なんかそういう系は微妙。あー、ちょっと危な、あー、照り焼きチキンとかもありますね。あれ、ああいう、ちょ、ゲテモノ、ゲテモノって言って言うのはあれか。ああいう系結構好きなんだけど。くら寿司とか。しばらく行ってないな、回転寿司とか。半年くらい行ってない気がする。ああ、食いたいな、なんか。なんかスーパーの300円とか400円の寿司ぐらいしか最近食ってないから、回転寿司ですら結構なんかガチ貧乏人ですけど、回転寿司ですら高く感じるっていう、高く感じるっていうか、なんかでもまずそもそも家の近くにないな。前は結構行ってましたね。なんかあの、くら寿司とか平日、うどんだかラーメンだかが、確か100円だったよな。そう、だからそれはよく食ってましたね。なんか、寿司屋行って、
寿司1個か2個だけ食べて、あとうどん2杯とかマジでそういう舐めた注文してたけど、あ、締めですか。なんか自分ほんと今みたいにうどん目的で行ってたから結構ひどいな。割とうどん最初に一杯食って、でちょっと寿司食って、でまたうどん食うみたいな、うどんで腹いっぱいにしちゃうから寿司屋なのに。まあ家で食うならそうっすよね。なんか前行った時でもその学校の近くにあったからそれで行ってましたね、自分は。割とまあ外で食うならって感じで行ってたかな、確か。うどんもなんだかんだで店で食った方がうまいからな。自分丸亀、あ、花丸よりそのや安いうどん屋だと、うどんのチェーンだと花丸より丸亀派だけど、いや丸亀のかき揚げがなんかでかすぎては頭おかしい。やっぱそうですね、出汁が違いますよね自分割と味音痴だから何食ってもうまいって感じちゃうけどただ丸亀かき揚げがなんか下手な人だと本当にひどいから、脂っこすぎてマジ食えないぐらい、食いきれないぐらい胃にくる本当に。本当にバイト君しね、なんか結構年いってうまい人がやってる店とかあるんですけど、バイト考えた時に丸亀ちょっとそこそこ高そうだったけど、丸亀
常に客に見られてるから、まあ、全然休めなさそうで、なんかだるくてやめちゃった。やめちゃったっていうか申し込まなかった。それにだるそうっていうか、いい自分飲食でバイトしたことないけど飲食嫌そうだな。歌ってるぞ。もう早して。ああ、プラスが。ちょっと早くしてくれ。これマイナスに見せかけて実は前回キシュガル1のラップを押すのちょっと忘れてて遅かったから多分プラス。ではこいつスキップもしたいんだけど、そうすると悪魔の回廊が詰んじゃうからさすがに厳しいかな。あ、あとこの部屋のイベントチップなんか気違い地味で配置してて、あの部屋の一番奥のところまであるんですよ。マジで頭おかしい。この部屋だけ、イベント床がマップ 全域に広がってて謎すぎる。そうですね、しかも1004でもその最大までほぼす、ほんとそのバグらない最大ギリギリまでジャンプして、さらにブーストで一番向こうまで行かないと無理っていう、厳しすぎる。旋風4回でもまだ、あ、その通常時非ブーストの旋風4回じゃ乗り越えられないっておかしすぎ。1004か。一時期1004もちょっと走りたいと思ってたけど、なんか、だるくなってやめちゃった。っていうかもうこの、1100とか1103の方も1004ぐらいぶっ壊れてきてるから、ユニカちゃん。あ、やべ。あ、ちょっと何してる。
まあまあ実際そうじゃないですか。だって言うてフェルガナのエンジン使い回しですからね。壁加速継続してて、しかもなんかコンボキャンセルとか新たなバグまで生み出してるし、セルセタがなんかよく新人研修で作られたとかなんかバカにされてるけど、ぶっちゃけオリジンも相当ひどいと思いますね、自分は。てかストーリーもな、せめて3つパラレルワールドじゃ、パラレルワールドじゃなくて並行させてほしかったな。まあそうするとボスの兼ね合いがめんどくさくなるだろうけど、まあアドルいないしですよね。まあていうか、まあ、ユーゴとかなんか結構なんだろう、それ新しいの模索してた感はあるけど、結局なんかその後の作品になんかユーゴっぽいのもそんないないし、まあ今の三属性の射撃キャラでもそう、やっぱそうでもないしな。やっぱユーゴくんも謎だし、やば、なんか飯の話してたら腹減ってきた。
ちょっと怖。そういえば20分ぐらいってことは、昨日のあそこで20分間くらい落ちてたってことは、もうこの辺りは昨日真っ暗だったのかな。昨日の放送を見返してないからわかんない。悲しい。ゲラルディでは昨日そんな悪くなかったんだけどな。確か3セーブ目の2、3回目とかで行ったはず。何がダメだった？あれ、どっかの角にぶつかったからワープしたんだろうけど、どこにぶつかったのか分かんない。
からこいつは倒れないな。あーもう死体くべきだった。まあいいや。よし、第一関門。マジ頼むぞ。ナイス。いいぞいいぞ。まあオッケーオッケー、十分いい。それでも大して変わんないのか、前回と。あ、まあそうか、シュガルのラップが遅かったからそれで縮まってるのはあるけど、それでもこんなもんか。ちょっと狩りは遅かったのか。それマイナス10とかついてくれると思ったけど、じゃあここでそんぐらい続かないとさ困るんですが。あ、そうこいつで上がんないかな。うわ怖すぎ。確か定位の方が早いはず。
もう覚えてないけど。ああ、そうですね。まあ、二段ジャンプは、あそこはできないから。ボンバーマンで二段ジャンプを取るから、二段ジャンプはできないけど、確かにそうですね。最後で、旋風で吹っ飛んだ方が早そう。めっちゃぶっ飛びそう。ただ、どうなんだろう。そこのところは、ちょっと、ですね。なんだろう、でもそこら辺はちょっとまだ分かってないからな。なんかそこと、そこのあと、そのどうせ、あれ、炎剣、炎のためないといけないし、ヒスキル。他にもそのダレスのシールドとかも、火でやってますけど、その第2段階の風使うところで、その、とどめまで火で行かずに、ちょっと手前でやめるか、最後まで行った方が、最後まで火でやっちゃった方が、あれ。最後まで火でやっちゃった方が早いのか、よく分かってない。基本的に、モクサとか、ここの砂とか、あと、次のステージとか全然詰めてないから、まだそういう系の改善点いっぱいありそうだな。まず、その経験値の稼ぐルートすら、まだ最適化微妙だし、ちょ、ここやるか。いやー、きつい。待って、押しないっす。ナイスだけど、あんま変わんないような。あ、これ足りんくね、経験値。防具のとこまで行くから、
カーブ滑り台の次のマップってどこだろう、その滑り止めの靴の一個手前のところですかね。確かにあそこ靴があるところ、ああ、やっぱそうか。あそこ確かジャンプ使わなくても上のところ行けたような気がするけど調べてない。てかそれよりもカーブの滑り台も右下のステージ端から壁加速使って、壁加速プラス3段ジャンプでそのカーブ滑り台に登れたりとかできるんですが、ちょっとそれ練習してないからさすがに使えない。そう、どうせコンスクラードドアのスキップをするんだったらそれも組み合わせればマジでさ、とんでもなく速くなるけど。ではこの三段ジャンプいろんなとこ行けちゃうから本当に。タス並みに三段ジャンプ上手い人が現れたら、とんでもない記録よ。さあこれ大丈夫か。ですかね、突き詰める。まあまず2時間切りですけど、2F 有用自体は 2F ですけど、その同時押しが必要で、その同時押しがその正しい順序で認識されないといけないから、そこはなんか難しい。多分それが原因でめちゃくちゃ安定しない。どっちの順序だったの？ちゃんとそのジャンプ攻撃猶予、間隔20フレームか21フレームプラス、その後攻撃ジャンプ攻撃がなんか確か前入れ、その最速で出さなくちゃいけなくて、それがめんどくさい。ああ、その3発目の攻撃も最速じゃないといけないとかだったかな、確か。それもあって、単純な 2F じゃないから全然安定しない。まあ、わかんないですけど、普通に単純な 2F でも、自分が下手くそだから安定してないのかも。まあ最悪その Steam 版はまあ連射とかまあ使わない方がいいみたいな感じなんでやんないですけど、日本版だったらもうちょっとマクロとかでもありかなとは思っちゃうレベル。ほんとそのバグジャンプ用の同時押しのあらかじめどっかで組んどいてやっちゃうのもありレベルでひどい。地味にこの砂の次のステージのクレリア港のクレリア港を取るところの赤いエビたちのあそこもジャンプで飛び越せるから、あそこは使いたいんだけどな。あそこは多分あれが一番難しい、危険で難しい。操作自体ならやっぱその複雑、コンスクラードドアが複雑だ、操作自体は複雑だけど、難易度で言ったらやっぱクレリア港が一番かな。
とにかく危険だから難しいってだけですが。あと一番難しいのはそっちよりあっちか、ちょっと分かりづらいかもですけど、コンスクラード戦の直後のその次のステージに入る前のエリアで、なんか神殿騎士団がユニカに追いついてちょっと話すカットシーンがあって、そこの飛ばすのが確か多分一番難しいはず。それは練習ですら行ったことない、できたことないから。あー、これ最悪のイベントシーンか。ちょっと今飲み物飲んできちゃったけど、そういえば思い出したけど、あれだ、今トール編のイージーのその自己ベで、そのまあスピードランコムで一応1位のやつ、あれも確か、なんだっけ、あとシオン戦の後のイベントシーン中に飲み物飲みに行ったら、あそこでなんだっけな、あそこもらうの、あ、ハーモニカかな、ハーモニカもらうの忘れてて、その X の上に重り置いた状態で放置して席離れたから、そこでなんか5秒から10秒ぐらいなんか固まっちゃってて、それが世界記録だからひどすぎる。ちょっとあれはさすがに近々更新したいな。本当にあれはアホすぎる。
あ、嘘、マジで。ちょっとやば、スタッフミスったか。ちょっと待って待って、壁家族してなかったか今。ちょっと待って、アホアホ。待てよ、だってどうせコンスクラウドドアでさ、ひどいことになるんだから、ちょっと待てって。ここですよね、さっき言ってたの。あ、いけた。やっぱ死ぬ死ぬ死ぬ。あ、これあと一発死ぬんだ。大したボスじゃないけど死ぬなよ、マジで。もうプラスつき始めてるし、ちょっと頼むよ。あやば、ちょっと待って、できたのに、メニュー押せよ。あやば、ちょっと待って。あー、クソ、スタックした。待って待って、待って、せっかく2回行ったのに。プラス1分10。まあこんなもんか。一発目いけたのにな。一発目、二発目。
ちょっとこいつら。ああ嘘、経験値が溶けたし。マジでもう。今経験値で溶けるとなんかクソ痛いな。あ嘘、今ので切れんの？ちょっと待ってよ。はあ？ひどすぎだろ。ここ244にすべきだったのに、ちょうど 1.3 じゃ無理だ。もうそっち行くなよ、こいつら。あー待て、これ次役始まってなくね。もうだる、ね、続行しちゃおう。
はあ？何今の気持ち悪いの。ちょっと待って、死ぬんじゃね。おっとね、ふざけんなよ。ああちょっと待って、あれてか枠始まってるから、なんか始まってないと思ってた。頭おかしい。おい、ちょっと。なんで今カーソル動かないの？ふざけんなよ。ちょっと、おい。なんなの？カーソル動いてくれ。すごいぞ。着地寸前笛付きってなんだろう。どういうことでしょう。
それは分かんない。危な。ああ、そういうことなんですね。植え付きか、植え付きってあんま使わないからな。あれ、ユニカ編は使い道あるか、あの水のステージの、あの柵のところの赤い亀が、なんか、亀っていうかなんか機械みたいなよくわかんないやつが、変な位置じゃなくて、ね、なんつうの、あいつが水中に降りちゃった時は、笛好きが有効だから、ユニカ編は使い道あるけど、てかまあトールでも使うか普通に。本当はトールで使いまくるの。
コンクリート先輩の頭ってなんだろう、コンスクラードのことかな。あれって通常時に登れましたっけ？覚えてないな。コンスクラードとか、コンスクラードとか戦わないから、もう全然わかんない。ピクティモスはまあまあ、ちょっとタイムアタックとかやるけど、コンスクラードタイムアタック嫌いだから、タイムアタックすらやってない。あ、やっぱ通常時は無理か。やっぱ無理やりなんですね。まあ正直ピクティモスはもう安定してるな。プラス40秒とかついてるけど、それでもまだ全然目あるからな。2時間切りの、とにかくザワスキップに限る。ほんとザワスキップ20秒ってで、ダレス戦がそこそこの運ならまだまだ全然ある。ちょっと待って、まだ経験値っていう。怖いんだけど。ああ、よかった、危ない。マジ紫スライム普通に強いからな。大してカモでもないからな。怖い。普通に一発食らったら呪いと混乱で追加ダメージもらって結構死んじゃう。
ちょっと今の火だめやめろよ。あ、ちょっと、もう本当に、あー、もううざい。やっぱ今みたいな試すべきじゃないな、普通に。あそこもまだ全然安定しないし。微妙に体力少ないけどちょっと怖いな。よし、ハマった。ナイス。マジマイナス15までいけたか。待て待て、マジちょっとザバ頼むよ本当に。ザバ次第。ちょっと、ちょ、これ枠内に行けませんかね、ザバさん。枠内に行きたい。あ、枠内は無理か。あと2分。
まあそもそもクレリア強化とかで、いや違う、一発ならいけるか、枠内ちょっとなんか行きたいんだけど、せっかくだし。ついに来てしまった。違う、何やってる、マジマジで、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、嘘、待って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 、ちょっとこいつ、ちょ、死ぬと、死ぬのは許さない、初見さんどうも、ちょっとやばいやばい、もう記録ペースでちょっと混乱してる、やば、切れる、あー危な、ちょっとマジで言ってんの、ちょっと待てって、頼む、マジで2時間生きらせてくれ、本当に頼む、マジこいつ死ぬなよ、ま、間違っても、そうマイナス30でしょ、誰戦前回あんだけ運悪くてまだマイナス30だから、いけるいける、落ち着け落ち着け、ちょっと待て、
ちょっと MP がない。微妙いけど、いや、ま、いや、いけるけど、まだマイナス12ならあるなら大丈夫大丈夫。騎手狩りもひどかったけど、ちょっと道中がなんか座れたりしまく座れたりというか滑りまくってて、そう、昨日ダレス結構積んだったから、いけるいけるいける。マジ絶対頼むぞ、これでマジで決めてくれ。マジや、ダレス昨日あれ第2段階では交代しまくるし、第3段階では吸い込み してきまくるしで、壁家族ちゃんとしていけ、1秒でも早く。あーマジ頼む、本当にお願い、お前2日連続積んでしたらマジで切れるぞ。今これマイナス12だったけど、できれば13秒以上縮めたい。昨日 IGT が2時間13秒とかだったから。いやだ、ダメだ、ちょっとフラグ立てるな、マジで。ちょやめて、ほんとほんとお願い。第2段階シールド4回コースかな。
しょっぱなからすんなよ。あ、危ない、襲われたかと思った。よっしゃ、来た。マジか、やった。よかった、危な。マイナス 4秒しか縮まってないのか。危なかった、なんか。というか、操作がひどかった。ダルス戦。運もちょっと第3段階は微妙だったけど、でも、なんか操作が、ジャンプ切りした月ファイヤーが全然出てなかった。いや、でもよかった、危な。はぁ、ちょっと。なんでこんな緊張しなくちゃいけないんだ。いやーでもやっと出せた2時間切り。ああよかった。マジザバスキップ、完全にザバのおかげだ。ザバ様々だな。何回目で行ったザバ、あれ2回目か、2回か3回目だったからかなりいい。いやーよかった。昨日本当に最悪だったからよかった。マイナス16か。 IGT も2時間切ってないかな、インゲームタイムも。ちょっとそれだけ見て終わろうか。更新点どのあたりだ。てか前半真っ赤だな、こうしてみると。まあニグティルガーの無回転キル失敗はまあしょうがないとしても、エポナワンってなんでこんな赤いんだ。ただ途中でハメに失敗したのか、ハメちょっと抜け出されちゃってそれで若干グダったか。いやでもあとは結構いい感じで、あ、まあコンスクラードドアスキップもあるけど、まああれはしょうがないでしょう。あれなかったらまあ158も全然ありえそうだけど、というか普通に三段ジャンプ使ったショートカの、ショートカ、あれ、発見済みのやつ全部使えばもっと縮まるから、普通に56分5分とか平気でそんぐらいまでいけそうだから。まあだからあんまコンスクラードドアのあれは悔やんでも仕方ないかな。
いやでもよかった、インゲームタイム切ってないかな。2時間、昨日13だったから。マジでこっちが今度はこれかよ。まあインゲームタイムは別にあんま気にしてないからいいけど2日連続こんなか。昨日もだって、昨日は RTA が2時間1分88とかで、今日はインゲームタイムが2時間1秒98か。まあ、こっちはいいかな。だって、こっちはあの、その、なんだ、その、セーブ書いて、その、タイムアタックができるから、その、セグメンティッドの。最速が出るまでセーブからやり直しては、インゲームタイムは縮まるしね。こっちはあんまいいかな。マジか。てか、ザバスキップ一発か。あ、ちょっと、録画切るか。